はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きと一貫です。発送連絡から1週間ようやく届きましたフィギュアがこちらです。アルターから発売されましたアズルレーンよりボルチモアでございます。はい、やっと届きました僕の愛人ボルチモア。まあ、僕はねゲームはやっていないので、このボルチモアがどんなキャラなのかは知らないんですけれども、なので知らないのでいろいろと調べてみましたら、自由な国アメリカの巡洋艦で時の大統領フランクリン・ルーズベルトを乗せたこともあるという名誉のある巡洋艦とのことです。まあ史実ですとね。でゲームだとスポーツが得意で王様ゲームが苦手とのことですなんだよ王様ゲームって。あの見た目はね、髪の毛もショートだし、ちょっとこうボーイッシュっていう感じなんでしょうかね。なんかね PV を見た感じだとそんな感じでした。でこちらのフィギュア、スケールが7分の1となっておりまして、販売価格が税込みの 34,980 円となっております。まあご存知の通り、最近はねフィギュアも随分とお高くなってきているんですけれども、アルターさんの場合特にねアズレンは偽装のついたものと偽装を外した軽装バージョンなるものを、まあ、別にね出しておりまして、そちらは税込みの 2,680 円となっております。で今回僕はこちら偽装のついている通常版の方を買っています。で届くのが遅かったから待ってる間にですね、 Amazon を覗いてみたらなんかね評価がいまいちなんですよね。で顔が似てないって書いてあるんですけど、僕ねこの箱の外から見た感じだと全然いい感じなんですけれども、僕原作は知らないので、原作を知っている人からすると似てないのかもしれないですね。あとね組み立てが大変って書いてありましたいやこれはねあーっていう風に思いましたよ。皆さんはアルターのクオリティが高いことは知っていても、組み立てが大変なことまではそんなに知らないと思うんですよ。まあ、僕自身がアルターフィギュアをねこれまでにもたくさん買ってきてるからなのかもしれないんですが、やっぱりねアルターの組み立ては大変、今まで何度辛い思いをしてきたかと最近だとあのプリンツオイゲンとかかなと、まあ話が長くなってきましたので、さっさとね開けていきましょう。でこれが説明書ですね。このように2つ折りになっていて、うってこういやーこれ組み立て大変そうだなーってちょっとね嫌な感じしてきましたね。でこれがブリスターの状態です。まあ偽装付きなのでそれなりの大きさなのと、偽装の部分がこう二重にねなっています。ではこれも開けていきましょう。硬っ、これ硬いっす。硬っ出たアルターのブリスター硬いやつ。うわかっかっとね、ここにもねポッチあるんですよ。ここにもポッチが、多分ここがね硬いんだと思うんですけど、ちょっとこれ一回先に台座取るわ。台座取らないとね台座がね飛んでっちゃうんですよ。パッカーンってパッカーンって飛んでっちゃうんで。ああどんな声出してんねんって感じなんですけど、ちょっとこの偽装も取るわ。これもパッカーンって飛んできそうだもん。よいしょ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 、ヒーンってね。大丈夫か、この時点でフィギュアが壊れそうな感じがするんだけど。あー開いたー、なんだよこれはい、でこれがまずね台座になります。一応デザインはこれで統一されてます。で前回のグラフゼペリンがあれが水着だったんですよね。で水着スキンのフィギュアはクリアの透明のやつで、ちょっとこう海の水面っぽいデザインになってるんですけども、それ以外のまあ普通のやつはこういったねデザインになってます。ではね、ではね、いよいよ僕の愛人ボルチモーちゃんをねちょっと見ていきましょうか。まあなんかね下のちょっと黒いのが見えてるんですけどね、いやーこれはやばい、これはやばい、ちょっとここ食い込みすげえなー。もうなんだよ、一番最初に美味しいところいただいちゃったんですけど、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、ですいません、あの少し落ち着きましたので、あの普通にねレビューをしていきたいと思います。まあ、ちょっとね軽く見ていきましょう。でこんな感じで、まずねこの保護ビニールがかなりついているので、まずねこれを取っていきましょう。でこれを取ろうと思うのが、あ
これがですね、これが、ちょっとわかりますかね、ここ。このさっきのこの大きなビニールが、この胸、お乳の下あたりに多分ね、ここで分割されるんだと思うんですね。で、他にももう一枚この保護ビニールがついているので、ここがまず外れるということですね。あとこの右腕、肩のところ、ここにもかましてあるんで、この腕も外れるんですね。多分ここら辺は、スカートっていう意味ではないので、おそらくですね、偽装を取り付けるために、ここら辺が分割されるんだと思います。で、チラッと。待ちきれん。もう保護ビニール取る前にチラッとやっちゃいましたけど、いやー、いいケツしてますね。まあ最高じゃないですか、このお尻は。すいません、ちょっとね、YouTube にこれ映すと怒られるので、またここに何かで隠れているとは思うんですけど、まあそれはね、その画像は、そのムフフ画像は、またいつもの通り、コミュニティの方にね、画像をアップしておきますので、ぜひね、チャンネル登録をして、そちらの方を見ていただければと思います。無料で、タダで見れますから、タダでボルチモアのケツ見れますから。あ、でもあれだな、個人的にはこっち、この角度もいいな。正面から見ても、この角度から見ても、ケツが見えるんですよ。何言ってるかわかんないかもしれないですけど、前からでもケツが見えるという、そういうボロチモアですね。はい。いや、もう最高ですね、この子。はい、で、一応ね、説明書を見た限りだと、やっぱそこが分割できて、腕も分割できて、ただ頭はね、外れないのかな、外れるようには書いてなかったんで、まずとりあえず、そのお乳の下あたりを分割しましょう。ちょっと気をつけながらね、なんかなんだっけ、アマゾンのコメントには、こう、作業してる時に、アホ毛が折れてしまったと、はい。もうそういう方もいらっしゃったのでね、ここら辺は慎重に、こう、簡単に取れた。意外とここは簡単に取れましたけど、まあ、慎重にね、ゆっくりと外していきましょう。で、ここら辺はね、取って、で、これもね、外れるって書いてありましたね、このコートも。ちょっと、こういう感じで外れました。で、これを取ると、ピロリーンとね、はい、取りまして、まあ、ここら辺もね、あんまり慌てずにね、本当にゆっくりと、外れないなと思ったら一回そこで止めて説明書を見たり、あと特にね、冬は寒いので、ドライヤーで温めたりして、パーツを柔らかくして作業すると、その破損のリスクもね、減ると思いますので。分割されたんですけど、その分割されたっていうのが全くわからないぐらいに、完璧な状態になってますね。で、本体外のパーツをすべて並べてみました。台座と、これが船の形をした偽装ですね。左右分2個あります。で、これがその本体と偽装をつなぐパーツ。さらに替えの腕パーツと、コートがもう一つ付属していまして、これが多分偽装をつけた時のコートになるんだと思います。あとちょっとこれは見えづらいですけど、透明の支柱が2本あります。これは多分偽装を支える支柱だと思います。では先にちょっとこの偽装だけ見てみましょうか。で、この偽装がですね、どうですか？めちゃくちゃかっこいいですよね。同じようなセリフを確かプリンツ・オイゲの時とか、あとセントルイスの時にも言っていると思うんですが、アルターの偽装は最高。なるべくですね、予算に余裕があるなら、この偽装付きの方を買った方がいいと思います。とにかくアルターの模型はかっこいいです。アズレンに限らずですね。で、いろいろとこのようにデカールなんかも貼ってあったりするんですが、これは89なのか、それとも68なのか。はい、68ですね。ここを見ればわかります。ちなみにこの CA68 は、ボルチモア級のボルチモアということらしいです。ちなみに今度、ミメヤさんから発売されるブレマートン。あれがボルチモア級の CA130 なので、アズレンだとこのボルチモアが長女っていう感じなんでしょうか。で、大砲、砲身、砲台が、まあ、1つと2つの合計3門、9門がついています。まあ、3連装砲が3つってことですね。で、これが多分 MK12/15 3連装砲だと思います。この数字が何なのかね、僕全くわかりません。すいません、軍事オタクの方、下にコメントをお願いいたします。
で、これはね、このように動きます。砲台がくるくると回っている感じ。砲身の方はね、動きません。で、多分これが 40mm の4連装機関砲。これが実際のボルチモアには12機48門装備されていたそうです。で、これもね、小さいんですけれども、よくできてますよ。リベットみたいなやつとか、本当に細かいですよね。で、裏側の方を見てみますと、こちら側にはこのように手袋をはめた手がついています。多分ここに本体を差し込むんでしょうね。で、もう一個の方にはついてないです。おそらくこの黒いところに差し込むんでしょうか。で、ちゃんとこの通り奥の方までしっかりと造形されています。なんかこれ、スターウォーズに出てくる何でしたっけ？デススターでしたっけ？あれに似てますよね。あと、これ何？なんかチェーンみたいなやつがついてるんですけど、この黒いやつ。これって何でしょう？怒りですかね？そんなものでしょうか？なんかもうアクセサリー化されてるっぽいんですけど。で、偽装を組み立てようかとも思ったんですが、まず先に、さっき見ていた状態が、軽装バージョンの状態らしいので、まずその状態で見てみましょう。で、これはもう台座に取り付けるだけです。ボルチモアの足裏に、このように穴が開いていますので、それを台座のここ、ここに支柱がありますので、そこに差し込んでいきます。はい、これでボルチモア、超軽装バージョンの完成です。はぁ？何？超軽装ってことなんですが、お分かりでしょうか？そうです。そうなんですよ。コートの下の部分を取り外した状態です。なんと、この状態でも飾ることができるんですよ。やりました。これ、良くないですか？全く違和感ないんですよね。ほら、この通り、後ろから見ても最高でしょ？で、これね、何がすごいかっていうと、ここ、パーツを外したのに、その形跡、要はね、隙間ができてない。全くできてない。これ、どういうことですかね？後ろから見てもこう、後ろはちょっとね、下から覗き込むと、隙間が見えますね。でもね、普通にこうやって見る分には、全く問題ありません。で、その謎解きなんですが、このコートのパーツのここの部分、この丸いところ、ここが表からだと見えないような構造になっているんですよ。いやー、これは本当に素晴らしい。ごちそうさまでした。はい、ということで仕切り直しです。これが正式な軽装バージョンのお姿です。はい、もう余計なことをしちゃったからね。なんかね、なんかごめんなさいです。これめっちゃめっちゃいいのに、さっきの超軽装バージョンに全部持ってかれちゃいましたからね。すいません。いやー、でもね、素晴らしいですよ、これも。これは予約をすれば割引価格で2万円以下で買えちゃうわけですから、これは最高です。偽装がなくても十分に満足できますよね。で、胸部装甲なんかも強そう。意外とね、でかい。これだといいから F カップくらいありそうですよね。ではでは、細かいところをじっくりと見ていきましょう。まず髪の毛の造形からしてすごい。めっちゃ細かい。色は濃いめのブラウンで、ボブカットなのかな？なんですが、髪の毛の造形がとても細かくてシャープ。わかりますかね？こう、ふわっと軽くですが、舞ってる感じに造形されています。で、このアホ毛はトレードマークなのでしょうか？ここはそんなに柔らかくもないので、破損には注意しましょう。で、お顔、Amazon のコメントでは似てないとのことでしたが、僕は似ているということが一番大切だとは思ってません。もちろんね、全然似てないとかは論外ですが、そっくりにするというよりも、立体化するにあたってのフィギュアとしての最高の顔、どの角度から見ても違和感のない顔になっていることが大切だと思ってます。で、フードのついたコートなんですけど、これ後ろから見てもかっこいいんですよ。丈はそれなりに長そうですが、下から舞い上がっている造形なので短く感じられます。で、縁には細くグリーンのラインが入っていて、このグリーンがアクセントカラーになっているようです。フードの内側なんかもそうですし、あと袖のところのラインとか、ちょっとね、蛍光っぽいグリーンなんですよ。で、そこにボルチモアの文字もプリントされています。他にもですね、このコートの際のところとか、
あとこの胸の横のところとか、なんかねスポンサーロゴみたいな感じで入ってますね。ただし戦う時のコスでもあるので、首のところなんかは鉄っぽいアーマーみたいなものがついていたり、結構ねよく見ると凝ったデザインになっています。あとこのベルトみたいなものは何でしょう、ハーネスみたいなもの違うかな、何でしょう。そしてインナーがですね、どうなってるんでしょうかね、これ。まあ、アズレンっぽいんですけれども、胸のところとあと足のニーソっぽいのがこの同じ質感。なんかね、レオタードっぽい質感なのかな。なので、胸の谷間とか、あと足の方はね、このニーソが下がらないように止めているところのシワの寄り方ね、ここら辺が最高。かなり濃いブラウン、50デニールくらいの色味なんですが、しっかりとね細かくシャドウ、透けてるような感じっていうのかなが入ってます。でその色がね反転したように白っぽいのがここもアクセントになっています。まあこれがあることでよりエロく見えると、まあそういうことですよね、そういうことですよね。このねファスナーがついているのがまたエロいんだよな。あとスポーツが万能とのことで割れてますまあここの見せ方も最高ですよね。あとここもデザインっぽくなっているんですが、太もも脇とかにアーマーのようなものがついています。そして足にはおなじみの舵のついたブーツと思ったら、舵はついてないですね。なんかね可愛い甲冑みたいな感じ、鉄の質感がよく出てます。でヒールのところだけなんだろう、こうブロンズっぽい感じになっています。ではここからが本番です。恐怖の組み立てです。説明書をしっかり見ながら偽装を組み立てていきましょう。でまず最初にこの本体をばらします。そしたら腕も外しまして、で替えの腕を取り付けます。そしたら次に本体の腰についてるこのパーツ、この小さいパーツを取り外します。そしたらこの偽装をつけるパーツ、これをその外したところに差し込んでいきます。しっかりとね奥まで差し込みましょう。そしたら偽装用の替えのコート、ジャケットをこのように取り付けていきます。ここはねこの偽装をつけるパーツにね干渉しないように、こう上の方からスライドしてはめ込んでいくようにします。でここもしっかりと奥まで差し込みまして、そしたら先ほど外した上半身を戻していきます。ここもねしっかりと奥まで差し込みましょう。でいよいよ偽装の取り付けです。まずは右手に持たせる方から取り付けます。こちら側は2箇所、右手とこの部分の2箇所で取り付けます。でこの右手はこのように少し動くようになっていますので、調整しながら取り付けていきます。まず先にね右手の方を取り付けるんですが、ここはしっかりと奥まで差し込んでください。でこっちのダボの方を取り付けるんですが、ここが結構な難問でして、見た目これ入らないんじゃねっていうくらいに穴の位置がずれています。で説明書に書かれている通りにですね、黒いところを押さえるというか、まあ押し込むような感じで穴の位置と合わせていきます。ちょっとここね壊れそうで怖いんですけど、ここは勇気を出して差し込んでいきましょう。はい、でなんとかですねこのように取り付けられました。そしたら逆側の偽装も取り付けます。こっちはね簡単、差し込むところは1箇所です。穴の形に合わせてはめ込んでいきます。はい、前言撤回です。結構ここも難しいです。でなんとかね奥まで入りましたが、ここわかりますか？僕のはスカートと接触してます。公式のデコマスの画像だとここ少しね離れているんですけど、これは個体差ですかね。皆さんのはどうでしたでしょうか。で長期間飾る場合はこの支柱をつけましょう。でも結構偽装のホールド感が強いので、なくても平気なような気もしますけど、一応ねつけておいた方が無難だと思います。今回は撮影なので外します。で最後に偽装の砲台の向きをお好みで調整したら、はい、これでボルチモア偽装のついた状態の完成です。まあまあまあ組み立てもね難しかったですけど、一度やってコツをつかめば、まあそんなにね難しくはないと思います。ただ慣れてない人は大変だと思います。無理してねパーツの破損にならないように注意しながら取り付けてください。でこちらの雄姿いかがでしょうか。
でも思ったほど偽装をつけた割にはスッキリしている感じ。あと末広がりに体のラインに沿ってついているからなのか、まあ、違和感みたいなものがないですよね。素晴らしい。なんかほんとスタイリッシュでかっこいいですよね。今までのアズレンフィギュアではなかったような感じ。本当にねこれかっこいいです。リビングに飾っても恥ずかしくない、そんな初めてのアズレンフィギュアですね。いやでもこの偽装もねよく見ると本当にかっこいい。ここのなんていうの、このつなぎ目の部分、ここが本当にね稼働しそうな、このシリンダーっぽいものとか、あとチューブみたいなものとかもありますよね。この回るところのモールドとかもここまでするかっていう感じ。金属的な塗り分けなんかも完璧ですし、いや素晴らしい、本当に素晴らしいフィギュアでございました。ごちそうさまでした。でこんな素晴らしいフィギュアがまだ定価近くで買えるという、何ですかと。でこれすぐにねプレニーになっちゃうフィギュアとかだと、まあ、再販されるのも早いんですけど、こういったまだね定価近くで買えるやつはなかなか再販も特にねないと思いますので、欲しい人は今のうちに買っちゃいましょう。購入先のリンクはいつものごとく下の説明欄に貼っておきますね。で今後のボルチモアはそのエースの放課後とエイペックスのレースクイーンのやつで、あれはミメヨさんの方でも4分の1で出すそうです。すごいですね4分の1で。アルターのアズレンはこの後は春です。4月にホノルルが出ます。今度もアメリカンなやつですね。これも一応レビューする予定ですので、どうぞお楽しみにしてください。ではでは、本当にね長くなってすいません。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。フィギュア大好きと一貫でした。